日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ザハットの S サイズピザを5種類食べたいと思います。ちょっと見えにくいですけど勘弁してくださいね。はい、なんか現在1枚持ち帰り限定1枚500円でなんか TBS のジョブチューンで放送されたピザが500円で食べられるみたいですね。まあ、自分はその放送も見てませんで、そもそも最近ほとんどテレビというものを見ていないのですが、なんかピザが食べられるようなことを聞いて気になったので買ってみました。今回買ったのは何だっけな、ナポリタン、オーロラソース、アンチョビオリーブ、なんだな、トマトが使えるやつだ、食べられるやつだ、5品ですね。あとでまた字幕に出しますので、どうかそちらで勘弁して、どれも一人前に程よい小さなですね。ではちゃんと記事はなってるのかなとか、チャンネル登録よろしくお願いします。あらー、チーズが剥がれちゃいましたか。まあシャアはしょうがないですね。では食べていきたいと思います。いただきます。わばピザ生地はじゃなくてピザの大きさは小さめですけど、生地はしっかりふっくらとした食感ですね。まあ生地を横着してるというわけではないでしょうけど、でトマトソース、今回トマトソース商品が多いのですが、しっかりと甘酸っぱさが広がってきたり、ちょっとまろやかでピリッと酸味が来たり、あとニンニクで味に深みがあるのも、トマトとソースと一口に言ってもいろいろ違いますね。だけどその中でも一番存在感があるのは、どれだろう、似てるようで違うから難しいな。チーズがいっぱいだったりっていうのもピザとしては評価が高いですね。で、何目線の評論家だ自分は。だけど、うわっ、ここでこういうの来るか。うわー、ガツーンって一発やられたなーというのが一つありました。ごちそうさまでした。まず生地ですが、今回持ち帰ってきた500円のピザはどれも基本の生地で変更はできません。そこは少し残念かもしれませんが、まあ、500円で食べられますからね。ふっくらとした美味しいピザ生地でした。で、最初に食べたのは、まあ、多分トマトソースベースで、結構トマトの酸味がじゅわっと広がってきました。あと、トマトとよくペテラになっている玉ねぎも一緒に入っていて、そのシャリッとした歯応えもあってよかったですね。次に食べたのは、確かナポリタンです。ウインナーとピーマンのほのかな苦味が甘めのトマトソースと合わさって、まさにパスタのナポリタンを連想させますが、パスタとはまた違った美味しさがありました。その次は多分オーロラソースですね。ちょっぴりマヨネーズの酸味も効いていて、ブロッコリーやコーン、チーズとよく合っていました。他と比べると若干トマトは薄、かなりトマトは薄めですね。その次に食べた、これまたトマトソースなのですが、なんだろう、トマトガーリックかな。結構トマトソース自体に深みがある、なんか最初に食べたトマトソースは明らかに酸味重視なんですけど、こちらはちょっと旨味重視のソースと感じました。そして最後に食べたアンチョビオリーブのもの、これは結構アンチョビのイワシの風味が強かったので、自分は美味しいと思いましたが、イワシ、青臭い、魚が苦手という場合、あなたの場合は苦手と思われるかもしれません。正直避けた方がいい。というわけで最後に食べたアンチョビが一番イワシの風味を感じることができて、自分の中では美味しかったので、今回の代表として4点とさせていただきます。まだ食べていない種類があるので、時間があれば食べたいと思っています。また行かせていただきますね。それでは、と、雪崩来てブラックホールよ吸い込むと、まあ雪崩も吸い込んではいきますけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。